ないこと発言ちゃんが最後がいい。5番のプレイヤーは発言してください。とことんついてないね。自分占い師です。ランダム白、旧白、旧白。もうちょっと発言最後がいいなって願ってたら最初だからね。まあ自分の考えなんだけど、自分はほぼ占いに狼出ると思ってるから、多分狂人にとなると思うから、狂人かませるためにも俺役職出てほしくないよね。なんとか役職の人って釣られないように動いて、狂人アピールしてる、そこ狂人目を釣ってほしい。狂人も占いたくないしね。なんで役職内の使いしたい人とか狂人アピールしてるとこ釣っていきたいです。自分は潜伏してほしいですね、役職。だから役職はなんとか釣られないように動いてほしいです。6番のプレイヤーは発言してください。いや、ついてないね、これ。2番目で5番さん占い師をしてね、2番目で俺グレー精査できないの、本当にね。最後に発言したかったんだけどね、これついてないね。まあということでね、よろしくお願いしますまあちょっと特徴的なね、5番さん喋り方するのでね、ちょっと真似してみました。はい、ということで、まあ5番さんが9番さんに白ということで、いや精査なんだけど、5番さんが狂人あるなら狂人心境かなというふうに思ってます。まあ理由なんですけど、皆さんわかると思うんですけど、5番さんは潜伏、推奨しているので、5番さんっていうのは、狂人なのかなというふうに思っております。狂人もしくは旬ですね、旬境で見ています。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。いや、ついてないな、これ。6番と5番しか精査できないか。まあ6番の精査とは似てたかな。5番って狂人っぽいなっていう、西だったらね。まあ役出す、出さないというより、なんだろうな。なんか、なんていうの、インスピレーションじゃないな。なんていうの。なんて言うんだろう、わかんないけど、なんとなく、俺役、まあいいや、柱と村すらやめよう、マジで。つる、精査のしようもないし、村すらなんかほんとさ、何してんのっていう話だから。で、あと柱は絶対やめてね。6番に関しては視点がちょっと一緒だったかなっていう印象。色落ちはしてますね。8番どうぞ。8番のプレイヤーは村さん、便乗か。ついてないな、4番目か。はい、おはようございます。マミトジェン、特にしようございます。俺、5番さんで結構反対ないけど、別に役出していいと思うんだよね。占い師が狼出ると俺もなんとなく思うけど、役2枚出ることによってさ、そこって村格になるじゃん。どんどんグレー幅狭まるし、精査もしやすくなると思うし、逆に役が3枚出た場合、そここそ俺狂人狩り出てくると思うから、じゃあ5番さんからしたら結構楽な場面に釣れるんじゃないのかなと思ったりもするけどね。手部分で俺は役出させる方だから、5番さんとは違い点かな。だから6、7そこに関してはあんまし言ってなかったけども、7番は言ってたのかな。まあ、なんか7番さんは最後なんか引いたそうで言えんかった部分があったからね。別にそれで印象悪いよねけど、完全2周目だなと思うかな。それに比べて6、7比べたら6番さんの方がまだ言いたいこと言えてた部分では、優劣つけるなら、6の方が印象いい。別に7は印象悪いっていうわけではない。以上。9番のプレイヤーは発言してください。出る伝で、言っているが、5番さん、9番さん知らない把握。ただ5番さんに関しては潜伏してほしいっていう理由は分かるかな。俺は普通に考えて、もし、潜伏してほしい理由っていうのは、狼神位置を与えないっていう意味でも潜伏する方がいいよっていうのは推奨できるかなと思ってるから、それはありだと思ってるけどな。それに対して、役職、なっていうのは逆に神道与えることになるから、それに対しては精査、精査していかなきゃいけないんだから、やばいんじゃないの。神道与えることになるんだよ。その場合って村目線って勝てないんじゃない。だった場合って5番さんの言ってることも一理あると思うんだけどな。それに対しては思わないのかな。6の中に関しては普通に関して、役が出る伝とか言ってるけど、おかしいかな。うわ、旧役か。印象がいいとかじゃなくて、ほぼ潜伏する方がいいと思ってるよ。推奨はできるけど、これ旧役っぽいな。のプレイヤーは
発言してください。はい、村人陣営です。頑張っていきましょう。6番さん、7番さんが5番さんを、まあ、新居であるっていうふうに言ってるんですけど、5番さん、なんか最初ですごい嫌だなというふうに言ってましたよね。で、その辺考えて、さらに強靭であるってなると、一番最初で出ますかね。嫌だなって発言から占い師を強靭がするかなって考えたら、新郎一だと思うんですよ。強靭ないのかなって僕は思いました。で、役出ない方が正直強いと、最終的に出ない方が強いと思ってるんですよ、僕も。なんでかっていうと、村のみんなが真の占い師、ここだって分かって、で、出ないで強靭位置をしっかり釣っていけば、そっちの方が絶対強いと思うんですよ、僕も。だから視点が9番さんとすごい近いのかなと思ってます。ただ、色付け、ま、できないですけど、ま、9は白いかなと思ってました。他は色つけられないですね。いやなら8釣り寄せるけど、釣り寄さないね。発言してください。5番さんが占い師で9種類把握しました。そうだね、俺、進行論で言えば8番さんの進行論の方が好きかな。占い師のね、セミオープンで出す方が好きかなって思うし、5番さんの位置やったら精査しやすいんかなって思ってる。多分ね、5番さんは多分、新占い師、占い師の役職を引いたときに、多分、潜伏派が好きなんやろなって、まあ、宗教の違いから別に偽要素にはならんと思ってて、1番さんが、村全体が今、5番さんは新教だっていう精査をしてるんやけど、1番さんの言う通り、5番教人が初手から出てきて、役セミオープンで促すっていう、あ、セミオープン推奨せずに、役全伏せで行くっていうのは、俺、教人目ってあんまないと思ってる。進路1だと思ってるよね。だから目線が近いなっていうか、進行論、占いの進行論が一緒なのは8番で、5番に対しての見方が一緒だったのは1番って感じかな。うん、67が黒いとかじゃなく、67とは意見が違うんかなって。まあ7番は若干セミオープンって言ってたんだろう。6番は5番に対して分かるわ、5番さんって感じでしょ。これはちょっと2か8釣りな。色落ちはないからこそ、俺はセミオープンしてほしいかなって思ってるかな。それ言っちゃもう。釣られるよな。噛まれないからね。裏しか言えんよね。うん。だって5番さんの2周目で、じゃあ例えば役位置を占わない、で、なおかつ潜伏取った場合って、狩人がもしね、1人かグレーが噛み抜かれた場合で狩人が出てきたとしても、5視点ってそれが真狩なのか偽なのかっていう精査をせんといけんのよ。できるの ?5 番さん。って思ってるから。もうこれ5番さんの新規っていいでしょう。スパチャありがとう。ちょっとお手洗い行ってきます。3番のプレイヤーは発言してください。ご深夜と普通に思うけどね、4番さん出てきたら4番さんの新規切ろうかなと思ってるから、4番さん出てこない方がいいよとか、ね、8と1は別に黒くは見えなかったから、まあすごく当たり前のことを言ってるかなと思ってるから、で、5、9も絶対にないと思ってる。うん。たとえ4が出てきて。あ、平和かな。2番さんの色は知るかなと。2番さんが強靭臭いけど、どう?5に歯向かって、占い位に入ったそうがしてる視点やったと思ってる。で、6、7に関してはあんまり色落ちないかなと思ってる。4が出てきたら2、3や。3もちょっと。はい。開墾出れなかった狼もあるよ。だから3占い値やね。4番のプレイヤーは今日25時から1時、ね、はい、村人陣営です。そうですね、これ平和村っすかね。自分占い師ではありません。平和村なんですかね。とりあえず自分と一番考え方が近かったのは2番さんかなって思いました。2番さんなんて言っとったか忘れましたけど、なったかな。平和か。なんか、その自分もセミオープンっていうか、その狩人が初日に噛み抜かれた時の考え方を持ってたのが2番さんだったので、そこを追ってた2番さんが一番今日釣りたくないかなって思いました。これもし平和村になった時って自分もセミオープンが強いかなっていうふうに思うんですけど、5番さんは役は占わない自信があるんですかね。そんな感じですね。3番さんに関しては、なんかその自分への圧掛けは何がしたかったのかなっていう感じですね。3番さん一番色が落ちてないかなって思いました。6、7番さんに関しては、5番さんを死んでみるっていう目線がなかったのがちょっと気になったかなって思いました。
そうですね。黒いとこが全然見つからないって感じですかね。黒いとこはわからないんですけど、367が怪しいのかなって今のところ思ってます。この後5番さんの発言になった時にまた盤面が動くのか分かりませんけど、自分は今日3釣りでいいのかなって思ってますかね。2周目の発言聞いてからなんですけど、今のところ3が一番釣りたいかなって思ってます。5番、発言してください。ちょっと出なくていいのにな。もう4占いしかしないから、4強人だったら絶対出てるから、もう4占いしかしなくていいから、もう釣り1、2か8でよかったのよ。もう強人って2か8しかないから、もう噛まれたくないからね。2と8ってもう役職ないのも透けちゃったから。ああ、4番さん役でそういうこと言ってたの。もう一人いないんやね。3、4役役ね。了解。じゃあ、ニグッチョコ狙ってね。多分2か8どっちか強人いると思うんだよね。どうだろう。まあちょっと自分思考開示しない方がいいと思う。LINE とか見えなくなっちゃうし、自分釣りたいとこ多分釣っちゃうと思うんで、俺はもう確定した時は釣り先言いません。それの方がみんなが考察しやすいと思うんで、できれば3番さんと4番さんも、釣り先は言わないでほしいね。言うと絶対狼合わせてくると思うんだよね。まあ時間あるから言うけど、自分は、強人かましたかったんだよね。だから多分2か8が強人で噛まれないように自分役ないですよって言ってるようにしか俺見えなかったな。まあちょっと、3番さんと4番さんも投票誘導はしなくて、グレーの人はしっかり狼探してほしいですね。6番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。今日の釣り位置は4番さんで、最終位置は3番さんって言おうと思ってたんだけど、そこが両方とも役で出てしまって非常に残念です。3番さんっていうのは4番さんの圧掛けめちゃくちゃムラリあったと思うし、4番さんの精査ってめちゃくちゃ不当だったから正直4番さん釣り位置に上げようかなって思ってたけど、4番さん役なんでしょう。となると村が話していて、この2人はなんか浮いてるなって思ったのは2番さんと8番さんかな。2番さんと8番さんって役出しムーブが強いっていう話をしてたけど、それって結局進行論の違いだし潜伏の良さもあると思ってたから、俺はその進行論に対して全く何も言わずに、透かそうと透けるんだよね、役の話をすると、だからちょっとムラリないなと思ったら2番さんと8番さんかなって思ってます。いやー、ちょっと俺の精査が間違ってたのか、4番さん。役かよ。ちょっとね、7番さんもね、結構色落ちてないから。ごめん、ちょっと2周目もう一回精査し直します。ただ現状2番さんと8番さん、この2周目注意して聞きたいと思ってます。以上。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。間違ってないと思うけど、28が役出し進行することによってムラリがないっていうのは間違ってると思うよ、6番さん。俺役出しでいいと思うもん。じゃあ俺も4釣りで3が最初って思ってたもん。じゃあ28の共鳴が5番さんについて俺は分かんない。ああ、別に。俺はもう役出してさ、もう本当に最初迷ってたのもう1周目が役出ちまえと思ってたから。役沼るから、どうせ。ハンターに関してはさ、結構ね、まあ、沼るって言い方失礼だけど、結構浮き足だった考察すると思ってるからね。で、6番が今言ってた、今気になるとしたら、ね、ほんと正直色落ちないんだよ、ここの村。8番もいきなり強心で見るから、あ、9番か。だから9の共鳴もあると思ってるからね、俺全然。うん、俺は5番と視点が違うって言っただけで、で、9番に関しては6、7って変だよねってでしょ、はい、別に6、7って5の審査下げしたわけじゃないし。多分。
あの、でも6番の今の28のなんとかっていうのはね、結構気になったかな。まあ、ちょっとずつ体調良くなってるよ。逆出すのが無駄りないって、俺は無駄りしかないと思うけどね。セミオープンが1使用、2使用、3使用全部において、俺は逆出しの方が強いと思ってるから。からそれ 1がもう、あれか違かったのか。みんな釣り位置上げなくていいんじゃねこれ、うん。って思うけどね。おのおの入れるたいとこ入れればいいんじゃ。そしたら5番さんをしっかり見抜くんじゃねえかな。はい。8番のプレイヤーは発言してください。朝倉さん、メンバー参加ありがとう。5番さんが何を狙ってるかマジで理解できない。の限定配信の方も来てください、ね。俺と2番さんの狂人なのっていう目線もあるけど。俺今7番さん結構スッキリしたなと思うけど、うん、普通に9番さん今日も全然5番さんその視野入れてない部分もうんと思ったりするしね。うん。たかが進行論の違いでそこまで言えるんやと思ったかな。うん。でもうどっちかっていうと、うん、まず気になってるのは1周目の1番さんかな。1番さんってさ、5番さんのことをさ、なんか、まあ、9も1もだけどさ、感情的な部分でさ、なんか、うん、5番のパッションでそんなないやろっていう話だけど、そんなんなんか俺、考察じゃないと思ってるから、素直には。うん、ただただ考察の別での、うん、話だと思ってるから、だから9、1は納得せんなと思ったし、で、9番さんはまあ、形だけまあいいけど、うん、あれ、隠しろか。うん、だから、芯もしくは強靭どっちかでしょう。1番さんってさ、9番さんの、そんな白かった、うん。9番さんのその目線だけでさ、白いって決めつけるのが早すぎたなって思ったから、素直に。全然なんか、もう、寄りに行ってるなと思ってるから、素直には。うん。で、なおかつ6番さんっていうのはさ、5番さんが提示した28、だから目立ってて28から行きたいっていう考察もよくわからんし。うん。結局さ、俺たちをどう見るか。強靭目占いたくないからな。強靭目占いたかもしれんけど。これじゃクロスがあったんだって、クロスでいいし、強靭要素があるんだって。6占いかな。狙ってるから、占いに入りたいのに。臨場して2発するとしてでもね。俺は物足りんなと思ったから。つまり今の話を聞いて、7番さんは今日は釣りたくないなと思ったし、3、4に関してもやくやくからもうほっといたらいいし。うん、6占いかな。かこの盤面でさ、役は 3枚も出てないしさ、片白の状態で、だから俺、隠しろか。だから9番さんの強靭面も全然5番さんには落としてない。ちょっと便乗してるから6、7、うん、と。で、現状は1番さんの発言聞いたらんけん。7、強靭あるかな。けど、今日俺1、6で悩んでる。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。いや、8番さんに言うわ。ほんなら俺、強靭やって役ムーブするけど、役って出るけどね。役って出ないから、普通に考えて。そのねだから。で、8番さんって、強靭面あるんかな。で、8番さん、7番さん釣りたくないってことは、7番さんってロートあるんじゃないかなと思ってる。うん。現状釣り位置なのかな。8がなんでなんないけないのかな。うん。白要素ってないかな。で、8番さん目線、9強靭だった場合って相方、ロイチってどこにあるのって思ったかな。8番さん、強靭軸で置く場合って7番さんローって硬いかな。うん。7は白くないかな。今日7で一本釣りでもいいかなと思ってる。うん。その8番の9番さんの強靭視点っておかしいと思って、で、どこに強靭視点があるの？うん。言ってみなよ、8番。おかしいと思うよ。以上。1番のプレイヤーは発言してください。うん、僕も7黒8強かなと思ってる。8番さん強靭だと思うのは7番さん釣りたくない。7黒だと思うから7釣りたくないのかなっていうふうに言ってるようにしか僕は感じなかった。そう、7番さんが言ってた、その、表、誰にいるか言わなくていいんじゃないのっていうのは、言わなくていいっていうのは、その、占い師である5番さんとか、役である3、4番さんっていうところなんだよね。僕らが、そのグレーの人たちが、釣り位置上げていかないと、ラインとか精査ができないから、その、促したんだよね。その、多分3番さん、4番さんに対しては。僕らは上げなきゃいけないですね。精査するために。上げないっていうところもあるし、7番さんの意見っていうのはほぼほぼ6番さんが言ってることと結構似てる部分が多くて、1周目のその強靭、5番さんに対する強靭もあるし、4番さんをなんか釣り位置で3番さん最初、その辺ちょっと忘れちゃったんですけどっていう発言も似てて、それ以上の発言っていうのがなかったのかなと思ってます。一番白くなろうとしてるよね。必要以上な僕に対する殴りだったと思ってますよ。うん、まず1の強靭僕を殴るのであれば、僕を殴ってない6番さんにどう思ったのかっていう発言もできると思うんですよ。6番さんっていうのは、どうだったかな。なんか少なからず僕に対しては触れてなかったっていうのを覚えてます。
うん、そしたら僕に対する考察っていうのできてない人たちに対する考察っていうのもしてたと思うんですよね。なんか役に出ようとしたもんでしたから。2の強はないかなと思ってます。2、8強っていう風な考察あったんですけど、2番さんっていうのは役職、色が落ちてないから、セミオープンでいいんじゃないのか、いいんじゃないですかねっていう発言だったので、実際落ちてなかったですからね。うん、最終的には出ない方が強いと思ってます、僕も。ただ、色が落ちてない時って、出た方が強いと思うんですよね。7釣りの。考えやすくなるんで、最終的に出ない方が強いと思ってますよ。7かな。7。以上。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。7に集まってますね、票が。5番さんに言っときますね。俺が強人名がないとこうもう言いますよ。今日7落としないっすね。今日6落としっす。6落とせないなら6占い。これ絶対黒出るよ。うん。だって6番って28が浮いてるから28どっちかから行きたい。浮いてるってことは狼目がないってことやろ。ってことは村か狂人ってことやろ。狼釣ろうよ。なんで浮いてるとこが釣んの ?6 番さん。で、黒要素の上げ方が雑で7番って6番にしてきゃ真っ当だと思うし、7番っていうのは5番が強先を隠したいから、っていう進行を取ってるから7番ってそれ言ったまでじゃない？で、5番さんってラインが見たいんでしょ？だから7番ってそれに合わせた進行を取ってるだけじゃない？って思ってるけど、それが黒要素になんの？ 7 番。わからんなって思ったね。うん。8の強めって何じゃ？うん、8番って普通の進行を言ってて、5番さんが9番さんに共鳴を置いてないから8視点で、8が自分で村と言い張っ、8視点で自分が村って言い張ってるんやろ？だったら5番って9に白結果出てるけど9番の共鳴を追った方がいいんやないのっていう精査やから別におかしなこと言ってないけどね。うん。8釣りたくないなって思ってるけどね。うん。6番の釣り位置が一番不当かなって思ってるよ。まあだからエンドポジに3、4、役がいるからさ、3、4の意見でもいいと思ってるし、うん、6で黒は出てると思ってる。俺は。まあでも平和村ってね、白見つけた方が強いから、俺以外占ってね。うん。俺白やから。うん。っていうのは言っておくね、5番さんに。あー、2白いか。占わないでってな。1よりも6が気になるな。俺6落としたんやけどね。6が落とせんのやったら、俺は弱いと思ってるよ、この村。はい。6が一番狼っぽいもん。以上。3番のプレイヤーは発言してください。今日釣りたくないのは18かな。だから267あたりかなと思ったけど。はい。うん、1占いとかでいいんじゃないかな。4番さんごめんね。4番さんがローで出てくるかなと思って、ちょっと厚書きしてみちゃった。ああ、面白い。まあ多分俺変われると思うけど。そうやな。まあ、白圧迫が強いっていうのは分かる。うん。2番って初日5番叩いてたのどこ行ったんと思ってけど。どっか行っちゃったね。平和村だからね。うん。うん。まあまあ、任せるよ。任せまーす。以上でーす。4番のプレイヤーは発言してください。はい。なんか、めっちゃやりにくいなっていう感じなんですけど、自分は3番さんとは違って2番さんが一番自分の考えに近いのかなっていうふうに思いました。自分も6番落としたいなっていうふうに思ったんですけど、7番さんって釣り位置上げてなかったですけど、なんかその投票先でラインが見えるんじゃないかっていう発言があったんですよね。だから僕は7よりも6の6行きたいかなっていうふうに思ったんですけど、これなんか釣り誘導してるみたいな感じで言われたらとてもやりにくいんですけど、でも人狼ゲームってこういうことっすよね。釣り位置上げてって、いや、あの役が言ったら6に集まっちゃうからね、もうそれが情報なんか6番さんが怪しいなって思ったのは、その28をなんかもう5番さんの便乗でしかないかなって思いました。理由がなかったで。投票を始めてください。ありえん、
こらじゃないべ。わあ、これ平和だから乱切りしてくるかな。26とかあんかな。7番のプレイヤーが選ばれました。248か。7番6はどこ行ってる。プレイヤーは発言してください。あ、6、7行ってるから。これかい。1番ってめちゃめちゃ不当だったと思うけど、だってさ、8番が強人で、8番の強人が7を行きたくないから7のローって91が言ってんだけど、なんだそれって思ったけど、なんだそれじゃない。8番の強人が7が黒だと思ってって、何7がローなんじゃない、なんだそれだけど。絶対1だと思うけどな、これ。いや、3番さんさ、2番さんになんかつついてるけど、いや、2番そこ拾えなかったのちょっとなぁと思ったけど、2番さんってふざけたんだよ。え ?5 番のモノマネしてただけだろ。いや、これわかんねえよ、マジで。すげえ球も強靭っぽいし、いや、1のさ、超不当じゃない？いや、9はいいよ、もう片白だから。でも9も強靭味あるからね、全然。5番さん、頼むぞ。いや、もう一回言うよ。9番とか1番が言ってんのってさ、8番が強靭にしか見えない。でも、8番のその強靭が7を釣りたくないから7は黒なんじゃないか。なんだそれなんだけど。で、何？3とか3をやっぱ沼るんだ、役って。あれ、ちょっとは以上です。うわー、どこ占いしよう。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。6行くか。6人狼だ。結果語りどうしよう。チクロトーか。結果語りやるか。どうしよう。結果語りで速攻終わらせよう。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。オッケー、速攻終わりだ。一番のプレイヤーは発言してください。僕黒じゃないんで大丈夫ですね。普通に多分見つけてるか白出てるかどっちかだと思うので。7で釣れてると思うんですよね、結構。7番様言ってる8、強だから7黒じゃなくて、7が黒だから8強なんじゃないかなっていうふうに僕考察したんですよ。7黒だと思うから8強。で、その、多分、後者の方が合ってるのかな、6黒。ってなると、6黒か。6黒だった場合って2って薄い。1番さん、リスナーさん。6、7で終わりなんじゃないかな、じゃあ。8黒っていうのを考えて、8って僕マックス強だと思ってるんで、結構7って釣りやすかったと思うんですけど、8そこに対して釣りたくないっていう意見かけてるんですね。8黒ないなと思ってるんで、で、2が6釣りをしてるんで、6、7、あ、終わるかな。安全に終わる気がします、これは。6。あ、まさきさん、スパチャありがとう。あ、了解です。おやすみなさい。目を閉じてください。占い師は目を閉じてください。あ、一白か。見る相手を選んでください。
なるとこれ8か8か2か2ライン切ってる可能性あるな。2番切りそうな感じだよな。うーん、2だろうねこれ。やっぱ平和ってライン切るよね。うくせえな。これ1疑われるよね、7つリードしてるから。これ26だよ多分。昨夜死んだのは5番。2つれんよな。多分8に行くんかな。8番のプレイヤーは発言してください。俺ね別に、まあ、6はローだった、7で強人は100を取らんと思ってるから、うん、英語でもあれは普通に普通にしろやろと思ったかな。うん。もう91がなんか俺のことをマックス強度っけど、じゃあその理論って何なの？うん。え、1番さんはさ、7のさ、黒っぽいって。で、俺がかばいに行ったって言うけど、そんなんじゃ逆に強人やったら誰が狼ってわからんやろ、うん。何の考察をするんやと思ったかな。もう俺ラスト1、1でも6ですけど、ね、うん。ほんでもう急にどっちか強人でも勝負どうでもいいと思う。だって1番狼っぽいところは1番だと思ってるから。うん。一番の昨日の状態でなんか、なんか最初自分じゃない後者が合ってるかなって言ったけど、結局なんか考察伸ばそうにも伸ばしきれてないっていうのが素直にあったかな。で結局6は黒でしょ、うん、で一番って6なの終わってないやろ、うん、こなどうだろう、もう9を強靭に置いとるからな。2がローだったら勝てんわ、うん、素直に。だって初日もだって2って6入れとるやろ、うん、俺ほぼほぼ2とも考察が全く一緒やなと思ってるから素直に、うん、だからこそもう1、6でしか見ないと知らんから。8も2も6いってんだよねって感じ。1つられそうやな。9、1が俺のことを強靭強靭で起きる。じゃあその理由は何なの、うん、結局じゃあこれで6、7ロードじゃなかったんやろ、うん、じゃあ結局7は白って潔白されたやろこれで、うん、でこれでじゃあ俺は強靭なんの、次狼叩いてくるの、うん、その考察がわけがわからんのやって、うん、素直に1周目から2、3、2周目から1つられそうやね、うん、って話。うん、2のローはないと思ってるかな。だから俺はもう今日ラス1で決めたいと思ってます。以上です。9番のプレイヤーは1裏なった方が良かったか。自分のぐらいとかって1番3のローっていうのは、うん、なんかアンチプかな。もしかしたら7で強靭って落ちてる可能性もあるかなと思ってる。7で強靭落ちて盤面上8って豪華見に行ったのかなっていうのもあるかな。2番3のローはないと思ってる。うん。で、3、4、役から。うん。その場合って、もう、もうあと1人狼やから、盤面詰まってんじゃない？うん。8番かなぁ。ああ、ワングッチョブでいいかもしれないから。7番で今日が追ってる場合って、8狼かなぁ。グッチョブ狙った方がいいね。うん、でも、1狼だった場合って、結局、あ、9の強靭あるから次かって思ったけどね。5噛んだ場合ってそれやったら4噛みに行かない？うん、と思うけどな。4噛みに行った場合って無理やしな。だから8じゃないかな。2のローはないと思ってる。俺2のローだった場合って、ま、負けてしまうかもしれんけど、これあっぱれかもしれんけど、えぐいなと思うけど、2のローってまずない。で、1番3のローはまずないから。そうだね。ハンターアップできるね。うん。8でしかないかな。8が白だった場合って。9声でいいのか。8番って5番の偽死。9声でいいんだ。あの5番さんを死んで追い、あの、追うっていうよりも、逆に偽死してるところもあったし、1周目って、初日の1周目って。うん。それって8番目線ってさ、あの、ご主人さん、ご主人だからこそ、出てきた場合って自分が隠れれると思ったんじゃないかなと思ってるから8かな。2のローはないと思って、1のローも。うん。8いく。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、かなり難しいんですよね。どっちも相方に入れてるってことですよね。そしたら、うん、どっちが狼であれ、
あ、こんばんは。だいぶちょっとずつ良くなってますよ。8がその僕ただで7黒だと思って、8がその7を擁護する意味が分からなくて、7のどういうところを、強で置いたのかっていうところもあったし、白で置いたのかっていうところも分からなかったんですよね。宗教戦争起きてるね。1番さんって先輩の強としたから怪しまれて、8目線7が黒だから7釣られないようにしてかばったのかなっていうふうに僕思ったんですよ。でそれで6と、ただそれを加味するのであれば、8番さんって僕を叩いた時に6番さんに触れてないって僕多分初日も言ったんですけども、それは8番さんが6番さんの相方だったから、6が、僕に対して触れてなかった部分も8番さんが触れてられなかったっていうのは、6が相方だったのかって考察すると6、8はあるのかなって思うけど、2か2 6いけない村は弱いですよって言ってたんですよね。うん、だから26だよね。これ2番さんだよ、うん、多分。僕、9が7、僕が7。2役出そうとしてるからね。間違いなく6いきますって。俺の予想これだな。多分これだ。26がちょっと、逆にとかじゃなくて普通に。7村だわ。多分8強の2ローだわ。僕は8、うん、ないのスカッシュだから8で提出しますかね。8が6に対する考察がなかったのは6、8だったから、僕に対して殴ってきた時に対して6番さんの考察を振れなかったのは6、8だったから。いや、ここね、うん、村2人釣れば勝ちだから、うん、出てこないです。以上です。8いきます。2番のプレイヤーは発言してください。だから言ったやん、6番黒って、6落としだよってね。まあでも5番さん、6番さん占ったからね。まあいいんじゃないって思ってますよ。普通に考えたら16狼かなって思ってますね。68狼で8番狼が6番さんに入れる。まあ平和村やから全然ライン切りはあるんやけど。8番さん俺違和感ないよな。強人か。強人どこなんやろうね。強人ね。7番俺強めってないと思うよな。普通に村だと思うよ。5番の進行に合わせただけやったと思ってるから、俺目線っていうのは81が、狼か強人がいるんか、9番が強人なんかっていろんな視点があるんよ、ね。例えば俺が強人だった場合って、6番が黒いって言って6番占って6番釣り行こうよって言わんのよね。強人やったら強人の仕事って黒いとこを守って白いとこを釣りに行くのは強人の仕事なんよ。わかるかな、はい。まあ、だから3番4番が1、8どっちに行きたいかじゃない。俺は1、6の方が濃ゆいと思ってるんやけどね。6、8ってそんな追えんけどなって思ってるよ。まあ俺スムラなんで、9番さんが強人じゃなければ1、8ロだったら勝ちなんやけどね。っていうのは3番さん4番さんに言っておきますね。で、3番さんがちょっと勘違いしてるんやけど、7番さんが言ってくれたんやけど、俺はふざけただけです。はい、モノマネをちょっとしてみました。もうこれ5番さんのシーン切っていいでしょう。スパチャありがとう。お手洗い行ってきます。3番のプレイヤーは発言してください。まあ26でもないと思ってるし、1が一番白いと思ってるから 1を売らないっていう発言をしてるのに、5番さんは1を売らなかった時点であなたのね、スキルがないなと。はい。初投票します。絶対にライン切りだと思ってます。6、8番さん6に投票するけど、うん。8で終わると思って思ってます。はい。以上です。なんかある。ああ、8って終わんなかったら多分1行くよな。2に縄がなかなか行かないよね。縄、発言してください。どうなんすかね。僕、6、8より1、6の方があるかなって思うんですけど。ああ、まあ普通はね。どうなんすかね。普通は1、6。でも、1番さんの昨日の1黒って言われた時のリアクションは白いかなって思ってしまいましたね。わかりません。2、6は絶対ないと思いますね。もうこれ2、6やったらマジで2番さんあっぱれって感じですね。いやー、あるよね、平和って。とりあえず9番さんが強人っぽいので、ね、自分強人 CO しといていいですか。え？てか僕、昨日守ってないので3番さん守れます。頑張ります。
8番投票します。もう4のハンター透けてるよな。いやまあ8って役内の使いしてるから強靭面もあるからね。うーわーここで1か、なんで1かやろ。1番のプレイヤーは発言してください。まあ語るとこねえんだよな。18釣り切りで、ああでも、最悪になった時っていうのがあれだし、2だったら追えないんですよね。なんで、まあ僕釣ってくれても8釣ってくれれば終わるかなって。外したら、もう全てが間違ったっていう。で、まあ終わりがつくんで、多分皆さんも2追え、2ローないんだったら普通に、18釣っていえば勝てると思います。それ以上に言うことないです。6、8だと思うっていうのは、8が6に増えてなかった部分っていうところを8番さんに語ってもらえば、あとはいいのかな。それで、どっち捉えてもらうか、だと思ってます。外しても、外したらダメなのか。外して強靭残ってたら、まあ、そうなんだよ。だから8って強靭があるからね。8から言っといて。最初の発言っていうのはちょっと嫌だな。後が良かったな。まあ終わる、と思います。で、明日も続けば8に行ってください。7強は全然あると思ってるんで、以上です。8番のプレイヤーは発言してください。もうえぐいわお前は、捏造はと思ったかな、一番さ、俺が6に触れてないって。は触れたよな、俺ってさ2周目の状態でさ16を釣り1投げたよな。6番さんって狙ってるからって5番のすり寄りじゃんっていう話まで残したよな、なんかもうすげえハートモルされてるんか捏造してるんか、もう1をローでしか6したんからな。結局1番さんってもう終わるともう大丈夫って言うけど、結局1番さんってささっきの考察でも7を強靭で置いたんでしょ、確実に。じゃあ俺と7が入れ替わっただけの発言をそれだけをしたんでしょ、結局じゃあこっからさ1番さんってさ終わるんじゃないの俺つったら、こっからじゃあ急にのさどっちかに強靭だってなすにつけるの、それってむずくない。1番さんが釣られた場合っていうのはさ負けっていうのをさはっきり言える、そこまでの考察残してやったら俺したら2釣れないからね、なんか全部が中途半端に終わってるなと思う、俺も2番さんがまあ強靭があったらっていうけども、2番は強靭は100ないなと思ってるし、ローもここはもう白確定で置いてるかな、だってもう26だったらもう、わけわからん、それはわからん。ただ7に投票が若干的集まってる状態での2のカバーがあるのかなと思ったりもするけど、でもこれ俺はもう9を強靭に置いてるからね、ほぼ、ほぼっていうかもう確定ずっと言ってるけど、この状態部屋村で役がなかった9番がなかった、めちめちなんか言ってたけど、そんな知らんから、俺がそのまま考察述べただけやから。で9番がなんか叩かれたからっていうけど、結局さみんなもさミスも白落ちてんじゃん。俺も白置きしてるよ。負けないんかな。だったら叩かれてる場所じゃなくて、8番しかないよ。その考察ってもう9番は信じてくれたからもう別にええんやけど、もう3、4も考えて、俺ってさ、6のこと叩いてないと思ってんの。いつもすんごい熱動激しいわ。それだけ言いたかった。9の今日ないと思うんだよ、ね。9役ないのすかさなかったから。いや、8釣ってくれ。どうだろう。一番。うわぁ。選ばれました。いや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 、これはちょっとやばいぞ。一番。一の興味ないからね。発言してください。結局僕の要素って多分黒打たれて。黒打たれたけど普通に発言してるから白いっていう部分しか多分皆さんの考察の中で多分残ってないと思うんですね。初日からのこれ狩人噛まれて多分負けじゃね、積み重ねてきたつもりだったんですけど、これ多分狩人噛まれたら負けるよ。8強の2ローなんですよ。だからちょっときつかったのかなと思ってます。
うん、8の6触れてないと、いや、6触れてないですよ。うん、僕に叩くのであれば、まず6番線対して叩くでしょっていうところがなかったんですよ。ね、きついんだな。強振残したら負けなんだよな。うん。まあ、しゃあないっすね。ああ、だよな。夜が来ました。目を閉じてください。だよな。はあ、これハンター噛んでくれ。ハンターとカリオのグッチョブ出してもいいからね。ああ、これ旧神かな。頼む、ハンターとカリウド。これグッチョブ起きて9が強じゃなく勝ちだ。さあ、いやもう8の強分かったんやろ。いや、それか2か強かもしれない。分かんないけどね。やっぱ役職ないの透かしたとこも人外なんだよね。朝が来ました。昨夜死んだの。うわぁ、ハンター、ハンターでやってくれ。3番3ハンターでやってくれ。4番あぁのプレイヤーは負けた。してください。え、はい、とりあえず強靭使用しときます。狼さんどこかわからないのもマジで。2番さん村っすよね、多分。嘘やろ、これ自投票まずいっすよね。9番に投票したらいいんすか。2番さん人狼、よかった。じゃあ9番投票でいいっすか。は ?8 ハンター?え、これ自投票やったら負けますよね。は ?8 ハンターってことやめてよ、これ。とりあえず9に投票します。8番のプレイヤーは発言してください。いや、4番さんはないやろ、役であそこで。そうやったらもう9番さんが土先番超えたのしか思わんわ、ガチ4強人やったらもう泣くて、なんかさっきの白地さんの強人しようも、いやもうこれはごめん、もう素直に村人さんごめんやわ、二のローは追えんって、あの状態は、無理やって、あんな、え、そんな、無理やって、あんな、なんか、そんなラインバチバチ切る、やっぱだって占いされたらないかもしれない、それは勝て、素直に、もう白獲得言って、もう一番にも申し訳ねえな、素直にごめんしか言いようがないわ、これは勝てんわ、もう4級が村で祈るわ、もう9番なんかもう強靭ロックしてるからな、もう4級が村で祈るわ、2番もうおでんわ、ごめん。9番のプレイヤーは発言してください。だったら2つだなきゃいけないんじゃない。あ、八幡さん、八幡さんってやっぱり強靭なので、4番さんに関してはか、でも4番でおらんかった場合ってハンターどこで死んでんのって ならん。いや、ハンター突然パンしてんじゃねえのってなってくるよ。やばいなこれと思ったけど、じゃあそれだったらハンターどこで死んでんのってならん。8番目線、4番が強靭だった場合って、あー、ね、これ悔しい、ね、その視点にならんか。2が人狼使用、2ローだった場合、26ローローだった場合って、17だったら6は連れてたね。まあいい勉強になったわ。なんかカオスだよなこれ。まあとりあえず俺は2釣りたいんだけどな。2がローだった場合っていうのは、26ローローだった場合って連携取れてないと思ってたから、ライン切りやったんやったら2番つくかな。だった場合8番村だったら、2番行くんじゃね。でも2番が行けないってことはおかしいなって思ったけどな。まあ今日2番つるわ。2番のプレイヤーは
発言してください。発言してください。あ、いったー。これ多分狂人残ってないな、8、9に。だったら俺の負けやわ。俺の勝ち筋って、26狼で6番を占わせる釣りに行くことによって、俺は白照明を取りに行ったんよね。狂人落ちたな、これ。これ4ハンターよ。村に言っとくと。なんか村の票は今日俺だよ。うん、でも俺の勝ち筋はない。で、8、9に狂人が多分おらんと思うけど、狂人がいるんやったら9番投票して。うん、俺狼やからね。26狼。ああ、きつかったな。8の強と思った。教授がいたら9番投票でお願いします。はい、以上です。投票を始めてください。これ2強なんから、これやっぱもう役職ないのすかすとこやっぱ人外なんだよ。2番のプレイヤーが選ばれた。ああ、二強だー。もうやっぱ役職ないのすかすとこ本当あれやな。発言してください。ダメだね。いや、危ねかったーマジで。まあ、強人なんやけど、うん、8番狼やろうね。危なかったーマジで。危なかったね。よし、終わりです。はい。あとはもう9番さんかも。ね、8番さん。ジジ。ああ。目を閉じてください。そうだね、ほんともうほんとこれだから役職内のつろうっていうのは広めたいね。いやー7番もね、釣りをしたから釣り位置になっちゃうんだけど、1番って役ないのしかしないからね。やっぱ俺が1占っとけばよかった。でも俺1占っとけばもう釣れたね。6、2、8どれか。朝が来ました。昨夜死んだのは4番。ゲーム終了、人狼の勝ちです。いやー、これはちょっと反省会行こう。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。